関礼之助関礼之助は、日本の実業家、廃人、秋田県生まれ、旧姓秋田中学、日本中学、東京高等商業学校出身。小賀工業を経て、石炭庁長官、童話工業会長、昭和工業会長、東京電力会長、経済団体連合会評議会議長等を務めた。1970年訓一等随法省。 九百七十一年十三位、訓位等。第九代、十代、十三代、女水会理事長。初代日本相撲協会運営審議会会長。廃人としては、裸馬と合詞、廃止、同任を主催した。関礼之助は、明治十六年に秋田県土崎に生まれ、東京高等商業学校を卒業後、明治三十八年に小賀工業へ入社。 小賀グループの三代目、古川虎之助をビジネスで支える一人となった。大阪支店長等を経て、大正6年に小賀商事取締役、大正9年に小賀合名会社の取締役になっている。昭和6年、小賀工業を退職し、2年間アジア、欧州、米国等が有し、見聞を広めた。帰国後、干挙していたが、東京証券取引所監査役、 日万工業会長等の声がかかった。昭和14年帝国工業開発社長となる。帝国工業開発は国策会社で国が中小鉱山に金融面での支援、あるいは自ら事業を行う機関で同和工業、昭和工業等の支援を行った。その結果、戦後に昭和工業、同和工業の会長に招かれている。また、第一次、吉田内閣。 片山明社会党内閣の石炭庁長官を務めた。石炭供給をめぐる増収賄事件で東京電力の従業員が逮捕、安蔵康介会長と高井良太郎社長が共に隕石辞任した際には松永安左衛門の推挙もあって、後任の会長に白羽の矢が立ち、昭和29年に四代目東京電力会長となり、その職を7年間務めた。 また、昭和30年に、石坂泰蔵会長の時代に、経団連評議会議長を務めた。経団連は、昭和35年に経団連ビルを建て直しているが、菅は、経団連会館建設委員長として財界から、当時の約70億円の募金を集める役割を果たした。菅には、財界人の他にもう一つの顔があった。俳句である。昭和24年に、 関西のオスと言われた、青木ゲットの後を継ぎ、俳句結社、同人の二代目主催となり、約20年間その役割を続けた。サックに関しては、気を好まず、少子化を捨てて、自然描写の中から個性を引き出すことを重視したと言われる。裸馬と交流が深く、裸馬の苦衆、原種を編集した石田波京は、裸馬の句は、平面な読みぶりだが、 充実、鋭敏脈動が迫ってくると評している。その他、相撲、芝居の世界でも多くの交流を持ち、特に時塚瀬理事長時代の相撲運営審議会会長を務め、双葉山との交流は深かった。さらに源の佐根友の研究者としての実績も残した。随筆、後ろ向き、狩り渡る、苦衆に、原種裸馬沖きな五線句。 自中菅裸馬周等がある。随筆、後ろ向きの中の、西木島三田優の詩は、金子博文の脚本で、花屋翔太郎、江野健一座が上演し、ネットでテレビドラマ化されている。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、関礼の介から言葉んかハット AB デジタル版、日本人、明大辞典プラス、関礼の介から言葉んく。 菅派で買う馬に関するカテゴリー、ありがとうございます。